どうも、ナスビーです。今回は歴戦大手をサクッと調理。初期エリアは奥の寝床ですが、すぐにいつもの場所に飛んできます。いました。使用武器はチャーク。無撃以外はすべてサポートスキルです。やることはいつも通り。これといって特に言及すべき注意点もなし。体力が2倍になっただけだと思っていいです。追加モーションも一応あるようですが、言われなかったら気づかないレベルで地味です。というか言われてもわからないレベル。お腹は弾かれるので堅強化は絶やさないようにすべし、状況に応じて通常解放も織り交ぜる。超高出力でギリギリ当たったかもしれない射程だね。回復は飛躍でサクッと行う。在庫の心配はなくなってからでいい。王はやたら走り回るような気がする。しかしすぐ帰ってくるので超高出力のカモである。間違えてリロードしちゃった。死のう。全身を切ると本当にただの秒である。ナイスお猫様。寝起きドッキリ。今の GP はただの偶然だよ。どうせ耳栓あるから狙う必要もなかった。まあこれでも射程長すぎだけどね。前進中なので伸ばなんて怖くない。なんかすまんな。ガード強化とか入れてるのに前進に全部食われてる。フレーム回避とか GP とか色々あったのに、なんかすまんな。というわけで転身は行ってしまわれた。ここからはようやく勝ち。でも怖い攻撃はそんなになかったりする。通常個体は砥石なしで緑で倒せるけど、王はやたらタフい。でもこの後お助けマンが来るよ。誰なのかはお楽しみ。ジェットミート。遠くにいてもまっすぐ突っ込んで停止するのかわいい。相打ちになってしまった。つらい。
これ撃墜できてたらかっこいいよね。前に成功したことはあるけど、テオはひるみにくいのでなかなか難しい。ギリギリ生き残った。体力増強は神。今のが当たるなんて思わないよね。お助けマンが登場。熱戦王の記者さんである。そしてちょっかい出したら去っていく。さながら仕事人。本実装で逆に大手尾さんが乱入するんだろうか。そうだと非常に助かる。大記者さんは先行体制持ってそうで嫌な予感がプンプンする。痛い。熱で体力がゴリゴリ減っていく。まあ大家族に比べたらどうということはない。離れればそれで済む。気持ちいい。お猫様もナイスミス。気持ちいい。さすがにひるまなかった。でもまだ先行が効く。おかえり。全国のチャーク使いに恥をさらしていくスタイル。おい、どこへ行く。押し倒されました。このスケベ、まだ溶岩シャワー浴びてないでしょ。気持ちいい。通常解放でスタン入るとチャーク使いこなしてる感出るよね。まあただの偶然だけどね。先行はまだ効く。おかえり。8分4秒。とりあえず10分切りしたので満足。まあ夜には5分切りする変態がたくさん出てくることだろう。辛い。ちなみにスキルは超安定型。耳栓、集中、回避距離、ガード各種。大抵の場所に対応できる汎用型です。火力は最低限なものの非常に扱いやすいのでおすすめ。タイムを突き詰めたい方はこの辺全部捨てて会心率を持ってね。会心型チャークもなかなかえげつないよ。まあ油断瓶特化が最優先だけどね。あとレッドオーブよこせ。今はない過去配信の素材を重ね着に要求するとか何考えてんだ。純粋に立ちが悪いぞ。余ってても錬金素材に使っちゃった人絶対多いぞ。自分も10個くらいあったけど全部錬金しちゃったぞ。辛い。というわけで今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。